チョプリマケチョプリマケチョプリマケチョオッケー、始まってる？始まってる。よし、やりましょう。今日も月曜プリマ。はい、では始まりました。今日も、今日祝日ですけどもやってますよね。今日祝日やらないって、やらないって絶対言ってましたけど、なんかこうね、テンションがちょっと僕も今日高いですね。今日はさっきライブしてきましたからね。僕ムジカジャポニカっていうところで、あのキミオ君とワンダフルボーイズっていうね、ユニットでやってきましたけども、今日もまあね、行きましょう。なんか最近ね、そのね、なんかそのこれですよ、これこれ、最近はちょっとビューが、知ってます？プロデューサービューがなんかね、あの噂によると、そこの、まあ、視聴率みたいなね、これがそのこうこんな感じらしいんで、今日それはまあまあまあいろいろあるでしょうね。それいろいろやってたら、それはでも今日の企画、僕の中でですよ、今日何が何をしようとプロデューサーが思ってるのかわからないですけど、今日僕の企画では、目指せ100ビューリアルタイム中に目指せ100ビューだからちょっとこれ、ちょっと今見てる人はちょっとそのなんていうか、リツイートですか？リツイートしてほしいですよね。あの友達に普通に電話してくれてもいいし、なんかね、そのなんか救急車になってますけども、けど別にそれ100ビューやからなんやっていう話じゃないんですけど、なんかその寂しいなと思います。でもこれをなんとかするのに、今日も面白いことをやるということで、今日も、何をするかというと、結局、いつもと同じ、月曜プリマ。何かというと、僕があのプリマになるためのレッスンね、今日もやりたいと思いますけども、じゃあ行きますよ。今日も早速始めますか。本日のプリマ、本日のプリマ、ちょっと行きます。じゃあ今日 Today's Exercise、まあまあまあ、わかりますよ。わかりますよ。僕、まあまあ得意ですからね。まあ、この間ももう説明しましたけど、また今日はちょっと一歩奥深い、コアな、インナーマッスルな説明を僕今日じゃあします。な、これ、まるまるっぽいね。なんすかこれ。まるまるっぽいねっていうのを探したら、まるまるっぽいねってなんすか。だから例えば、その、ゴスロリっぽいね。とかいうことですか。バンジョの彼女ゴスロリっぽいねってことですよね。そういうなんかワラティートもみたいなことじゃないですよね。どっちかやったらアンダーグラウンドな話。あ、ありがとう。今日のゲスト、まあ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 、今日はいろいろ来ました。だって今日ね、目指せ100ビューですから。今日のランキング、今日のランキング、まあまあ僕のマイランキングみたいな感じですか。勝手にランキングでいいんですか。 OK。 じゃあ Today's 弾き語りね。まあまあそうですね、もう最近の恒例コーナーになりました Today's 弾き語りの下のラブソングは、これまた違う、ラブソングについて、そうですね、僕が解析するというか、僕なりのね。で、告知コーナー、なんか点1個余ってますけど考えきれず、プロデューサー、いや最後に足してもらおうかなと思って、伸びしろね、伸びしろね、伸びしろ、わかりました、わかりまし
あ、わかりました。今日もね、僕のためにいろんなレッスンありますけども、まあまあまあ、今日どれからやるかって言ったら、まあとりあえず、今日なんかなかなか結構あれですね、真面目な感じの。ちゃんとしてるっていうか。まあなんか別に、この、こういうのあってもいいんですけどね、別に。ちょっと、読めます?まあ、その右左の話とかでもいいですよね、全然。あ、でも一回消しときましょう。一回、一回、一回、はいはい。はい、わかりました。消しました。いやね、僕ね、波平ドームで、波平ドームっていうね、その、こういうエッグ型のドームの中のトレーニングジムので働いてるんですけど、まあ、たまに、あの、消防団の人とかね、訓練に、あの水泳しに来るんですけど、まあ、みんなその、そこそこ、まあ、20歳そこそこの男の子たちが、丸坊主で、で、その僕なんかまあ受付におるときなんかはもう多分20人か30人ぐらい来てるんですけど、みんなパパパパパパ、ありがとうございました、パパパパ、ありがとうございましたってみんな言っていくんですけど、右翼っぽいねって思います、それじゃない、そういう話じゃない、じゃない、じゃないですか。あのね、僕のわかります、僕のね、あの、まあ、僕サンデカミデっていう名前なんですけども、本名がカミデ、紙でこういう名前なんですよ、僕、名前が。それなんていうの?これね、あの、正式表記は、あの、高友なんです。わかります?高友。けど僕、あの、小学校に入る時までずっとお父さんに、こういうふうに呼ばれてたんですね。UFO。で、あの、保育所とかのカバンとか、あの、筆記用具入れとかも全部、紙で UFO って、カタカナで UFO って書かれてたんで、てっきり僕自分の名前 UFO やと思って、小学生に上がった時に、いやいやもうじゃあお前 UFO 呼んでるか知らんけど、そんなわけないやろみたいなお父さんに言われて、あの、ちゃんと高友っていう名前が、いい名前があるから、明日からあの学校の先生とかに紙で高友ですっていいやって言われて僕始まったんですけど、高友人生ね、最近ね、よくよく考えたんですよ、この、まあ、右が高派ですよ、左が鳩派ですよ、言うたら、政治で言ったらもう完全にこれ高、右と書いて高友ですどうしたんかなと思いまして、そのどうしたかったんやろなと思いますけど、まあそういうのをね、まああの後で裏付けるような、まあ、ことがあったんですけど、ちょっと消しますね。なんかあの、まあ、お父さんなんか、まあ、校長先生で、あの最後なんかね、60歳になったらその定年があるじゃないですか。で、そのお前ちょっと俺定年してもうちょっと学校あの去るから全部いろいろ片付けて車に全部その荷物を持って帰りたいから、その学校まで来てくれって言われて、あの僕なんかその箕面のね、なんか山奥みたいな学校にあるんですよ、高校がね、そこに車乗って迎えに行ったんですけど、その電話かかってきて、運転中にあのナビで分かるやろ、ナビで分かるやろってずっと言ってくるんですよ。いや探すけど、なんて高校なんだろう、まあ、何々高校とか聞いて、まあまあ入れて探してる、まあ、ナビもいろいろここ右ですか言ってるけど、そのまあ、ナビやから、ナビ見てるから大丈夫って言ったら、ナビやろ、俺もあれやろ、映ってんねやろ、俺やろ、みたいなって言ってくるんですよ。で、その、Google Earth でもリアルタイムは映らないわけじゃないですか。その、お父さんもちょっとこう、ナビのシステムをちょっと理解しなくて、その、現時点でその上から撮ってるものを全部映ってるみたいな、状態で、俺めっちゃ分かりやすい風におるから、俺すぐ分かるからって言って、何のことやねんと思って電話切って、そのナビ通り行ったら、校門の前で思いっきりでかい日の丸持っておったんですよ、って風に吹かれながら。まあだから、要するに、こういうことですね。OK ですか?すぐ消します?消すかどうかだけ。いや、大丈夫。じゃあ僕その、みんなそのちっちゃい頃見たと思うんですけど、
これ知ってます？これ知ってます？パーマンっぽいね。パーマンっぽいねこれ。もういけないんじゃないですかこれ。まだ。これいきますか。まだっすよ。まだっすよ。何々っぽいでね。いや、ぽいねってそのいろいろあるじゃないですか。その、売れるっぽいねとか。あ、そうですね。なんかそういうのもあるじゃないですか。男っぽいねとか、女の子っぽいねっていうのもあるじゃないですか。みんなその、男とか、女とか、みんなその、それぞれ自分の、なんか男として生まれたら一応男の子らしくし、なんかしないとダメだよみたいなこと言われるじゃないですか。女の人も女の子と生まれたからには、なんかその、女の子が例えば髪の毛短くしただけでボーイッシュだねとか言われるじゃないですか。けど僕あの女の人の僕 の, あの理想ですよ。理想の話だけさせてもらっていいですか。だからそのとりあえずあのこのこれね、これなんて読みます？普通なんて読みます？プロデューサーこれなんて読みます？女子？まあ女子ですよこれ。でこれなんて読みます？好き？はいはい。それ僕に言わせるんですか？じゃあなんて読みますこれ？え？キ？キの次は？何ですか。気持ちいいんじゃないですかこれ。あ、気持ちね。はい。まあ、血つけときましょうか。はいはい。血、わかります。で、この後の血に続く言葉はどれをとってももう放送にはできない言葉しかもう出てこないんですよここには。わかります？そんなめっちゃ真顔で。だからそういうことだと思うんですよ、うん、だからそのやっぱりその結局好きな気持ちで血以降はその以降好きな気持ち以降はやっぱりその男の人はねもうこれを越してしまうともう放送できないんですよ。それぐらい女の人のこと好きなんです。わかります？放送できないぐらい。だからそのドラマとかで言ってるなんかそのなんか青春ラブストーリーとかあるじゃないですか、はい、そのなんかその最近の J-POP でもよくあるようななんかお前とおったらおもろいわみたいなっていうやつが一番面白くないと思うんですよ僕は。わかります？だからお前とおったらおもろいわってどういうことかわかります？お前まずもうお前って言ってる時点で僕はその土井たか子派ですからわかります？わかります？たか子、うん、田島派ですからジェンダーフリー派ですから僕はそのお前とかないわけじゃないですかその彼女に対してやっぱその名前で言うかそのなんか、あだなんかいいあだ名をつけたらいいわけじゃないですか。だからその今ねその J-POP とかその知ってます？なんか話題になってる、まあ、Twitter で話題になってる問題プロデューサー知らないですか？なんすか？え Twitter ですか？だから今の J-POP の歌詞は二人で同じ道を行けなさすぎとかそのパスタ作ってもらっただけで感謝しすぎとかそのなんか帰り道にお前がくれたプレゼントを大事にしすぎとかなんかその今の J-POP の歌詞も全部その何々しすぎやっていうのをね、うん、なんか Twitter でその釘を刺すというかその酷評されてるんです。でもまあでも大体もう今売れるもんなんかもう全部そうじゃないですか。もう感謝しとけよみたいな曲じゃないですか、うん、
で、その、そういうことないですか？そんなことないですか？まあでも多いですね。多いですよ。多いでしょ？だってまあ、お前とったらおもろいわ。それはでもそうでしょ、それは。好きやねんから。でも他のドイツもかなわんわ。まあそりゃそうや。そりゃそうや。100年でも、いや200年はないやろみたいなとかあるわけじゃないですか。だからみんななんかそのね、ちょっとね、僕もうちょっとリアルに書いてほしいと思うんですよ、歌とかも。わかります？そこでじゃあ、そのあ、ラブソング、ここからラブソングに移行しますね。あ、わかりました、ラブソングで、じゃあわかりました、ラブソングやりましょう。ラブソングって、まあ、今のまあ今一番売れてるラブソングって何ですか？今何でしょうね、まあ、まあみんなでも同じようなね、こと書いてますけども、ラブソングってその人をもしね、好きになって、もし、どんだけ好きでも、ここは嫌やとかあるわけじゃないですか。わかります？いや、全部が OK なわけないでしょ、だって好きだからって。家で多分一緒に暮らしたとして、多分一日わかります？一日一緒に過ごすでしょ。じゃあその例えばこのまず歯ね、歯磨きわかります？歯磨きを1日、1回しかしない人と4回する人のこのギャップ分かります？これもう完全にもうこうでしょ？だってその一緒に暮らしてたら、もし4回する人からしたら相手がどんどん歯石が溜まっていくのが分かってしまうわけでしょ、一緒に暮らしてたら。こいつなんで歯磨けへんねんみたいな。でその1回しか磨かない人いてるでしょ。1回しか磨かない人は4回磨く人になんか口臭気にしてんのかなとかもうこの時点で生まれないわけですよ。だからその綺麗事じゃないですよね、もうラブソングっていうのは。だから僕もその綺麗事はもうよしてほしいと思います。今だけは悲しい歌聴きたくないよって、まあ、今だけでもないわけじゃないですか。ずっと聴きたくないわけです。それよりか、その明日何食べるとか、相手が、なんかその、テレビ見て、そのちょっとしたなんか、イチローとか、松中とか見てテンション上がってるとこ見るのも嫌じゃないですか。プロ野球選手見てなんか、松永と私地元一緒やねんとか言われんのももう嫌じゃないですか。だからそういうのもうだから松永です。松永知ってます？その王監督にそのお前のホームランは全然飛ばへんと、それもうホームランじゃないってずっと言われてたんですよ。それを苦にというかそれをその過程に松永はその大きくホームランを打つっていうのを心がけているんです、今でも松永はね。だから僕この間も言いましたけど、あの世の中何に一番なりにくいか1位、この間も言いましたけど、おさらいしていいですか、はい、やっぱね、世の中の職業、別にミュージシャンで売れるとかもうそんなんも全然まだまだマシですよ、もう今から僕が言うランキングからして。世の中、一番何になるのが難しいか、これまず一番はプロ野球選手の性です。セリーグの選手これはもうめちゃめちゃ難しい。あの甲子園に行ったところでプロ野球選手なんかなれないですからね。甲子園って怪物やって言われないとまずプロ野球選手はなれないです。だからもうとにかくこれはもう神です。神の存在で、まあ、3位からいきます。3位は、これかな多分、3位脳外科医
わかります。脳外科医になろうと思います？普通普通に授業受けてて、高校生とか小学校の時からね、脳外科医になろうと思ってないでしょ、誰も。プロデューサーどうですか、脳外科医？ないっすね。けど、こう脳外科医を上回る本当に難しいあの職業があるんですよ。これはもうみんなも分かってますけど、これです。はい、これが一番難しいヤクザじゃないですよ、ヤクザですよ。その海外でも通じるように言ってくださいヤクザはい、始めましょうか。じゃあ月曜プリマ、はい、イントロ終わりました。長いイントロ。いや、今日いや、やりましたね。じゃあ今日ね、じゃあもうそろそろもうちゃんと始めましょう。月曜プリマね、まあいろいろ今言いましたけども、あの何々っぽいね、これこの人を呼びたいと思います。東京行ったっぽいね東京行ったっぽいねの人呼びたいと思います。 OK ですか？カズマブーチェ、ウリオン、イエーイ、で、拍手。あ、ウリオン、ここしか映らない。ありがとうございます。まだ行ってないです。まだ行ってないですよね。まだ行ってないです。なんかその、まあ噂、大阪ではね、噂が噂で、でもまあ、あの、まあ、カズマブーチェっていうね、まあバンドで、ウリオン、僕もかれこれもう何年ももう知り合いですけども、そうですね、ね、もう10年近いというか、そうですね、それぐらいですけども、まあカズマムーチもラブソファーでもね、すごい僕のやってるイベントね、はい、ラブソファー、ええよ、全然取り合う、全然いいよ、全然もう、あ、で前飛んだよ、ああいや全然すいません、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 いや、カズマムーチね、はい、まあそのラブソファーラブソファーで言ったらもう、ラブさんは今年10周年 で、 そうです、ね、その山水バージョンで、はい、カートマンブーチェ出るわけですけど、はい、あのもう何年の付き合いですかね。もう9年9年8年ちょい、8年9年の付き合いで、はい、で、まあ、今あの僕が思ってることって言ったら、はい、東京行ったっぽいねだもうぼちぼち東京に行っちゃう。まあこれまだ、いや全然全然全然、ま、全然引っ越し予定がちょっとあるような内容。そうですね、はい、そうなんです。まあでも、まあ東京に行ったらいいと思います。でもなんか、うん、他のなんかいろんな人に、うん、東京なんですね、今住んでるのって言われるんですよ。いや、だってその、まだ大阪ですみたいなの、僕も思ってますよ、その、あ、ですか、東京から来てる風ですもんね。え、どういうところがそう見えますか？だから、そのまずそのウェーブとか情報を見てても、東京とか大阪以外のライブが多いじゃないですか。基本的に大阪であんま見ないですけど、まあでも昔から考えたら、まあもうそろそろ東京行った方がええんちゃうかってね、僕も思ってますね。まあでもそのウリョンね、あのまあカットマンブーチェっていうバンドをやりつつも、まあソロでもまあライブするじゃないですか。だからこの間僕も見ましたけど、はい、まあ、僕もね、僕のイベント出てもらったりしますけども、はい、そうですね、ちょっとギターとかあるんで、ちょっとテシ、ギターはい、はい、ちょっとこれね、ちょっとこう、はい、カットマンっぽいねみたいな感じの曲をちょっとやってもらっていいですか？ボーカルっぽいね的な、ボーカルっぽいね的な、いいですか？こっち押さえるの？これ、じゃあ僕じゃあ、二人番組でできますじゃあなんかちょっとワンコーラスちょっと、じゃあ曲名とかあります？曲名、ジョゼとか言う、ジョゼ、ラブソファー、ラブソングっぽいね、ラブソングな感じの、オッケI'm not sure.
イエーイ。そうですね、これ、ジョゼという曲、パクマンブッシュの名前目のアルバムに入ってる。これ、ファーストアルバムの中に入ってる。ファーストに入ってた。はい、ファースト、フルアルバムの。あ、フルアルバムね。パーマネンスに入ってる。フルアルバム、あー、なんか僕が、あの、カミネさんに、はい、そうや、あの、パクマンブッシュが、御堂筋のパレード、あったな。ライブを、そうだ、そう、お前、オファーしてもらったのに。休んだ時やろ、勝手に。休んだんじゃなくて、うん、あれ何やったっけ、脳卒中の疑いで。そうそうそう、あのね、あの御堂筋ね、御堂筋って大阪のね、あの大きい道を封鎖してパレードしようみたいな、まあ、ライブもありストリートバスケのトーナメントもありパフォーマンスもありとか、そういう、まあ、毎年やってるんですよね、はいはいはい、それにあのカトマンブチ呼ばれてまして、はい、であのウリオンが1週間前ぐらいですか、1週間前ぐらいにあのカットマン出れないですって。そうそう、なぜかというとその脳にその腫瘍ができてる疑いみたいなあって、急遽それで、あのすいません亀根さん、あの、あの ASP でお願いします、うん、そう、急に出たよ、急に出たよ急にだってね、その時だって1週間前ってもうなかなかのスケジュールキンキンじゃないですか、そうですね、で、その ASP ね、その時ね、ドラムね、はいはい、2人目のドラムに変わってたんですけど、はい、ジョーちゃん、ジョー君っていうね、はい、ジョー君も仕事休めなくて1人目のドラムに、そうそうそう1人目のドラムにお願いしてしまいましたが、番長っていう、いやあれ、あの時ほんまも頭もう、いや大丈夫でした、いやだってその、はい、言ったら1人目のドラムなんか僕クビにしたわけですよ、あ、そうなんですか、はい、それはお母さんに服買ってもらってるから、いや、もうその、全部トータル含めてオフィシャルでクビにしちゃうんですよ、あ、マジかけど、カトマンブッシュが、はい、そのてか、ウリホンがや、脳卒中の疑いあるから、そうですね、クビにしちゃうのに、ほんまに、はい、すみません、僕もすみませんですよ、ちょっと、いやいやいや、まあ、もうさっき、このパネルに脳外科医って書いたの、うん、ドキッと、あれ大丈夫でした、結局、いや、結局はなんか、その腫瘍は、うん、もともと生まれつきあって、うん、その何かの分泌した時、なんか興奮した時に、うん、もうプロレスラーにアイアンクローされてるような頭痛が起こる症状なんですよ、なんかメンタル的な面で、まあ、プロレスラーにアイアンクローされてどうなんのかって、ほんまにもう一回ちょっとやってみましょうか、それその どれぐらい痛いか、ちょっと手ちょっと来てえ、プロレスラーにアイアンクローされた時ぐらい痛い、もうなんかもう中までも手が入るぐらいのこれぐらい、いや、ほんまにもう歌い出したらタップやな、もう歌い出したらタップやな、そういうのがずっとあって、あ、まあそれはただなんかその精神的にこうなんかこういろいろあったからいろいろあってみたいな感じ、うん、だけどまあカトマンブッシュね、これからまあどうなるか、ちょっとまあ告知というか、はい、なんかその情報というか、まあ10月ね、そうです、23、24、とりあえず山水バージョンでラブソファーの10周年ね、はい、あるんですけど、そのラブソファーの10月24日に、はい、カズワンブーチ ね、はい、2日目に出ますけど、はい、山水で、はい、まあそれ以外にだからワンマンとかもクワトロとかであるんじゃないですか、クワトロ、シャングリア、ワンマンは今回なくて、今回なくて、なんか11月に、うん、ホームページにもライブ、まあ、載ってますか、スケジュールあるんで、11月ジャニスで、あ、ジャニスで、はい、やるんで、まあまあカズマンブーチ主体の、主体なんですかね、なんかそのイベントに参加するみたいな、スリーバーとかもっとなんかね、僕らの主催じゃないんですけど、あ、はい、あ、なるほど、まあそれが11月にジャニスである、ジャニスでフォーズトーンってバンドと、フォーズトーン、あわよくばっていう、あわよくば最近ね、はい、よく聞きますよ、あわよくば一緒にライブで、あとアンドモアで、まだなんかまだまだどんどん決まっていく感じで、ちょっと詳細は大阪でもやるんで、ぜひ見に来てほしい、年末はどうですか、予定は年末はね、まだ決まってない、まだ大阪にいるような、そうなんです、ね、もしまだ年末いたらまた一緒にまた月曜プリマ出ましょうよ、う、ね、はい、出てください、これいつからやってるんですか、これも5回目ですよね、だから毎週や月ぐらい、先月ぐらいから、そうそう、なんか僕見た時全然知らんお姉さんがこう座って喋ってましたけど、あれはね、僕も知らなかったあれはそんなゲストはあるんですか、いや、そう、全然あり、全然ありですよ、まあ、そうですね、なんかこれは、まあ、そもそも僕もこれ自分の事務所じゃないですからね、人の事務所です、ね、もう今日ギリギリでしたからね、僕らいや、あのね11時に始まるのに、11時52分ぐらいちょいぐらいに、下で会いましたけどね、僕も今ライブだって、ね、汗だくで、もう汗だくで会います、はい、
やけどカートマンムーチオリオンでした、はい、皆さんね、まずカートマンムーチへの活躍見といてほしいです、はい、ありがとうありがとうありがとう、ね、ラブソーでください、はい、ラブソー10月24ね、はい、じゃあオリオンまたビールでも飲んでてください。いや、やりましたね。今日の、今のまるまるっぽいでね、生きたんじゃないですか。 OK です。え、OK ですか。これ OK からのラブソングはまだ、まだ、もうちょいね、もうちょいやります。いやけどね、今日のランキング、今日のランキング、なんかランキングそんなやりません、ちょっとなんか、あれですか。何、勝手に、僕は勝手にランキングしていいですか。先週、おもろかったこととか。あ、先週面白かったこと、先週ね、あの先週というか、最近例えばね、あのバンドとか音楽シーンってあるじゃないですか。あの僕が東京ね、この間行った時に、あの車に乗りながら、あの勝手にあのランキングつけてたのは、まあ誰が売れるかランキング、これは誰が売れるか。わかります。今ね、今僕は、まあ、売れるんちゃうかと思ってる、あの1位言っていいですか。1位がありますあ、どうですか。僕は今一番、例えば今ランキング、まあ3位、まあ5位までつけましょうか。今一番売れるバンド第1位、僕の中ですよ、僕の中で発表します。これです、スクービードゥ。これあの一回ね来てると思うんですよ、多分だいぶ来たと思うんですよ、世の中的に。誰も納得いってない。でこれね、あの皆さん、そのスクービードゥってね、多分ねすごいもう歴史があるんですけど、うんうん、けどその今ね、あの3週目ぐらいかな、もう3週目です。わかります、うん、僕らでもまだ2週目ぐらいじゃないですか。この3週目に今兆しがあることを気づいてます、うん、スクービードゥ、これなんでかわかります。これね、例えば今この人言ってるじゃないですか、この人。はいはい、この人だって僕ら20歳ぐらいにデビューしてますよね、多分。ああ、そうですね、確かに。多分この小学生だった、はい、不良聞いてました。多分僕たちでも小6とか中1とか、ね、中1ぐらいか、その時19歳か18歳ぐらい、まあ、七尾ダビッドさんが、ということは僕らでももう高校入ったぐらいの時にデビューされてるんです。でも見に行った時ちゃんと歌わなかったさ。え、七尾ダビッドさん、そっち。みたいな。一番ひどい時の奇妙君みたいなこと。ちゃんと歌わんっていう。めっちゃ知ってる。いやけどね。けど今ね、例えばスクービードゥっていうバンド。なんかプロデューサーどっか行きましたけど。スクービードゥとか今七尾ダビッドさんね、その。僕らがあのすごい若い時にすごい盛り上がってた人らが、また盛り上がって、また盛り上がったとこも見てたんですけど、でまた盛り上がろうとしてるんですよ。だからもう3週目ぐらいに来てると思います。だから今誰が売れるかっていうのは、多分その僕らが20歳とか19歳ぐらい89であのデビューしてた人がまた売れると思うんで、今結構来てますもんね、うん、だからこの人たちも来るんじゃないですか。また来るんじゃないですか。一回も来てるんですよ。一回も来てるんですよ。もう8週目ぐらいでかなり低空飛行してますね。いや僕すごい待ち望んでますけどね、うん、面白いですけどね。めっちゃ面白いですね。なんか宇宙に行くんですよ。タコさんっていうバンドのボーカルの人出てるじゃないですか、はい、安藤さんっていうボーカルのタコさんね、の
は、NSC で、この同期が田中さんが NSC 行ってたんで、このバファロー、五郎さんとかと一緒やったんですけど、で、この間ね、そのニートビーツっていうバンドの、そのバンドの滑らない話みたいな、で、シャングリラでソールドアウトしてるイベントに僕も呼ばれて、まあ、行ってきたんですけど、その滑らない話しようみたいな話で呼ばれて行ってきたんですけど、そのオープニングアクトがタコさんやったんですよ。で、一人で出てきて、その、まあ、リットン調査団とかバファローゴローの流れの芸を一人でソールドアウトしてる250人の前でね、5分間やったんですよ。僕もう怖くて、すごいですね、もう怖くてどうなるかもうね、最初ね、その会場まで降りて見に行ってたんですけど、怖すぎてこれモニターでしか見られへんと思って楽屋まで戻ってモニターでボリュームを思いっきり全部上げてずっと見てたんですよ、5分間。お客さんも照明もスタッフも誰も彼も微動だにしなかったんですよ。分かりました。ただタコさんが暗闇の中ですごい人数、何かをやってたんですけど、5分すごいですね。照明さんもね、もうスポット当てなかったですね、もう危ないから光ちょっと当たっちゃうんですか、みんな滑りたくないからお客さんも滑りたくないし、そのスタッフも滑りたくないだからその薄暗い中ですごいハイボルテージななんかこのうっすら見えたのが T シャツになんか薬漬けって書いてあるんですもうそれだけでももうちょっとダメじゃないですか。もう僕さっき楽屋でそれ注意したらよかったなと思いました。薬漬けって白い T シャツに書いてて、あとなんかね、あとうっすら見えたのはそのヤクルトは飲んでました。そのもう僕今滑ったでしょこんなぐらいすごいんですよ。薬漬けでヤクルトっていう、そのでまあ終わって田中さんお疲れ様でしたって言うじゃないですか。受けたんかな、どうやったんかなってずっと気にしてるんですけど、確認作業、そもそも照明も当たってへんからとか言えないし先輩やからね、先輩やから、いや田中さんよかったですよっつって、さすがバファローゴローと同期ですね言うてみましたけどね。まあでもそういうこと、今日のねランキング、まあまあ、だから大阪一番滑る人は双子さんっていうランキングワーストです。売れるランキングじゃなかった、一番滑る人はザ・タコさんの安藤さんまあでもタコさんのね、新しいアルバム聞きました。あのね、温泉の混浴の露天風呂の歌があるんですけど、これはね、トラックっていうか演奏はもうすごい綺麗のあるファンクに、タコさんがもう普通に聴いてたら英語かなぐらいの感じのテンションで、よく聴いたらその婚約に入りたいっていうだけの歌詞をずっと英語っぽく全部こう切れ味の鋭い感じで、だからもうセックスマシンぐらいの感じで聞こえてくる曲、また名作できてるんで、またごさんちょっと見てほしいですよね、聴いてほしい。いやランキングね、天使マルシェ勝てんで、天使ちょっとランキングマルシェくれる、マルシェってまるで、あ、そうそうそう。まああとおまけランキング、おまけランキングある。僕は僕の福岡小学校の時の知ってる、一番喧嘩強かったランキングちょっとしたいんですけど。誰も知らない。誰が興味あるんですか。超ピンポイントやし。それ誰興味。これはね、福岡小学校、僕の時の福岡小学校一番強かったランキング、まあこの後、まあ僕ぐらいちょっと入ってきて、これ多分見てる人は、多分同じぐらいの人が見たらちょっとムカつくと思うんですけどいや俺やろとか言う人もいるんですけど、一応ね、まあ今僕の番組なんで僕って書いてますけど、このまずこの奥地くん、奥地くん、まあ、何がすごいか、これまあ身長低いんですけど、まあなんていうかもう早いと動きがで、奥地くんね、僕小学校1年生の時に初めて会って、で仲良くなって、
じゃあ一緒に帰ろうやみたいなのあるじゃないですか。お口一緒に帰ろうぜみたいな感じで一緒に帰るんですけど、なんかね、あの家どこなんって言っても、うん、まあまあまあみたいな、そのぼやかしてくるんですよ。で小学校1年生で家ぼやかしてくるってことは、まあ家こいつ迷ってんちゃうかみたいな、1年生やしとか思ってたんですけども、最終ついていったらスクラップ工場の車の中で寝たんですよ。わかります、このサバイバル感わかります。このね、大都市によくある、まあ、風景なんですけど、小学生が、あの、まあ、奥地くん、まあ、ご両親どっか行ってて、まあ、どっかっていうか、まあ、なんとか賞っていうとこだと思うんです。まるまる賞、なんかまるまるっぽいね。ちょっとぼやかしたね。刑務所っぽいね。奥地で、家がないっていうことで、全くない、全くない、だからスクラップ工場のあの車の中で多分小1の冬までは過ごしたと思います。だからもうこの時点で3位です。で、遊びは 何かっていうと、僕と一緒に、あの僕はまあそこそこいいとこの家の子なんですけど、そのお口がちょっと髪で遊びに行こうやみたいな感じで、あの基本的にダイエとか、まあ、三名津っていうとこあるんですけど、そこ の, あの食料品売り場のなんか試食コーナーを食べ歩いてお腹いっぱいになる遊びを小学校1年生でやって、2年生ではやっとあの成長しまして脳が、まあ、ある程度その試食品では足らんと、2年生の体ではだから、まあ、まあある程度はね、まあまあこういう、指で言ったらこういう感じです。指で言ったらこういう感じで、まあ上をしのいだっていう、その、このお口。このお口一番。いいよ、奈緒ちゃん。奈緒ちゃん、座ってや。で、ちょっと、お口。お口。まあそういうお口は、中学の時も、まあ、中学の、まあ、2年生から3年生の後半まではなんか、なんとかしょっぽいねとかっていう、少年っぽいねっていうところに行ってみていましたけど、でまあそれは僕の尊敬する友達ね。でこの「よっかわ」「よしか」って書いてますけど、一応これ「よっかわ」ってみんな呼んでほしいんですけど、よっかわ、よっかわ、小学6年生にして176センチの80キロです。あだ名クロマティね、あだ名クロマティ、あだ名クロマティ、色も黒かったんで、ヨッカワは何がすごかったかというと、小学校の時なんかソードボールチームあるでしょ、ソードボール、子供会のソードボールチームとかあるでしょ。で、あのヨッカワ178センチ、80キロで、あの大人からヨッカワだけ、僕らはその他の4チームで白のユニフォームです、全身白のユニフォームなんですけども、ヨッカーだけ大人から緑のパンツを履くように言われたんです、ルールで。特別ルールで、特別ルールで緑のパンツ。だからヨッカーは緑のパンツ履いて、みんなと一緒にあのソフトボールの試合出るんですけど、緑のパンツ履くってどういうことかっていうと、その本気でやったらダメなんですよ。だあのピッチャーもしたらダメだし、なんか打つ時も、あの吉川君、君は緑のパンツやから、その成長が一人だけ早かったから本気で振ったらあかんって言われて、よくそのゆっくり振って思いっきりホームラン打ってましたけどね。だからあだ名クロマティ、萌えプロの時のクロマティと一緒です。バンドでホームランのクロマティで、最後吉岡ね、この吉岡、この人がね一番手強かったんですけど、僕まあ2回あの小学校の時喧嘩挑んで2回ともまあ6秒ぐらいで負けたんですけど、あの小学生って大体その髪型とかね、まあ僕もその小学校5年生の時に初めて金髪にしたんですけど、まあ大体金髪やっても金髪ぐらいでしょ、その別にそんなおしゃれなことならないわけじゃないですか。でも吉川君なんかもうね、そのまあお姉ちゃんの影響か何かで、そのふわっとその毛先を遊ばすみたいなパーマ当ててあるんですよ。小6ですよ、小6で、あのまあトレーニング欠かさなくて、毎日
あの 5キロぐらい走ってるんですけど、まあ5キロ、まあ毎日5キロ走ってます。で、小学生って大体まあまあちょっとこう、ちょっと僕らなんかはジョッパーズっていうね、その MC ハマーから来てるジョッパーズっていうのが流行ってて、こういうね、こういう開いてドーンみたいな、でここにチャックついてるズボン履いて、でそのなんか上はなんかそのキッスの T シャツとか、あのベロがベーンって出るキッスの T シャツとか着て、ちょっと調子乗ってるみたいな感じだったんですけど、吉田君もそういうレベルじゃなくて、あの当時ね、だって1900、僕らは小5、6の時って1985年ぐらいですか、6年ぐらい、小6、もうちょっと9年ぐらいですね、1989年ぐらいは、まあ言っても80s のそのテクノカットとかがまだある時代じゃないですか。その時に吉田君、そのニューウェーブっていう髪型してます？ニューウェーブって こっちからこう流してくる、まあパーマ当ててないと絶対成立しない髪型で、紫の MA1 裏オレンジの MA1、 わからないですかね。いやいや、わかるでしょ。わかります MA1 で、そのスリータックの長ズボン、なんかその今もゴ今ゴルファーしか履いてへんようなパンツ履いて、でその、まあ、みんなの先を行くというか、で僕らなんかはね、小学校の時、まあ、スケボー通学ですよ。こうやってスケボー通学してる中、吉岡はこうそういうブルーゾーンを着て、でちょうどちっちゃいこんなバッグ、わかります？ちょ、あ、すみません、メール来ました。今日ライブ良かったって。で小学校6年生の吉岡君ね、もうこんなぐらいのバッグ持って、小6でですよ、ブルーゾン、紫のブルーゾンにパンツ履いて、まあ、ニューウェーブで来るわけじゃないですか。でいずれ僕もそれ勝たなあかんなと思って、僕もまあおしゃれしてなあかんなと思って、まあ、あの金髪にしたりしてたんですけど、ある日吉岡君、その行き急ぎすぎたというか、まあ、そのおしゃれにも程があるっていうことで、あの小6の2学期ですよ、まだまだ小6の2学期の段階で、短ランとボンタン履いてきたんですよ、小学生が。この僕、この今ちょっと面白いかなと思ったところで、あのニジラプロデューサーこっち見てないっていう、ちょっともう一回説明しようかな。この話いいですか？もういやいや、いいですか？だから小学校の時に学ラン着てきて、で僕まあ憧れるじゃないですか。吉岡、教えてや、どこで買ったん、どこで買ったんって言って、小学校6年生の時に18人ぐらいで初めてキングオーナーっていうね、新大阪のね、境東もね、あの、あれがありました。新大阪キングオーナー、キングオーナーありました。けどね、キングオーナーに行く前に、あの、まあ、大都とカードマンの人しかわからないですけど、もっと越えなければならない壁がありまして、トポスっていう、あの、ここ、あの、ただの、あの、ファッション、ショッピングモールみたいなとこなんですけども、まあ、ここまあ年間のまあカツアゲが1万件超えるって言われてる。まあこの壁は一回超えないとだ。まあそういうことで、まあ、今日のランキングやりましたけど、まあ、今日のゲスト2行っていいですか？じゃあ今日、まあ踏まえて、まあ金髪つながりで、なおちゃんちょっと来てもらっていいですか？イエーイ。イエーイ。そうなの？いや、なおちゃんです。これ、あの東神西橋の、ね、もうケーキ屋、名門ケーキ屋さん、パウンドハウスの2代目なおちゃんですけど、皆さん、ね、ちょっとなおちゃん、もうこれ禁止してください。うるさくはないけどさ、まあ、だから皆さんも、まあ、パウンドハウス知って
ますよね。パウンドハウスって、まあ、今何がおすすめでしたっけ。まあ、ショートケーキ。ショートケーキね、基本的に。ロールケーキ、ね。ロールケーキ。なんかね、僕ね、昔、あの、なおちゃんにはちょっと失礼かなと思ったんですけど、あの、パウンドハウスのロールケーキと、堂島ロール、2個並べて、あ、やってくれたね。みんなでどっちが美味しいか選手権したことあるんですけど、その時多分8人ぐらいいたんですけど、5対3で勝ちましたよ。ありがとうございます。パウンドハウスで。あとの3人はね、もう田舎もんですよ。あ、そうやな。分かれへんな、そこらへんな。堂島ロールやったらいいと思ってるだけ。そうやな。それ今日何する？何書いてるんですか、とりあえず。いや、何しようかな、思って考えてきて。今、その、iPhone？ なんで iPhone って書いたん？見して、皆さんに。じゃあ iPhone のおすすめアプリのコーナーっていう、これは毎週毎週やっていこうかなと思って。わかりました。 iPhone の一回声張ったから乗ります。 iPhone のおすすめアプリのコーナー、おすすめアプリ、はい、これやっぱ今、はい、流行りやから、今流行ですから、やっぱそこら辺ちゃんとやっとかなあかんけど、ちょっと神ちゃんの感じで進めて、この流れでいきます。流れでいきますか。で iPhone でもいろいろあるじゃないですか、うん、でも iPhone 持ってない。今の僕も全然わからないですけど、うん、iPhone ね、うん、あの、今何持ってます？ 3?4?4 のちょっとその電波状況だけ教えてもらって。電波状況は良くないね。良くない。良くない。良くない。ない。まあ電波の悪い時に遊ぶのが、そうやね。アプリ。アプリ。え、ほんで、その、あれですか、家はあります。家電波あります。家電波ある。家どの辺が悪いですか？地下鉄行けます？やっぱちょうどあの山とか奈良の、あ、奈良行ったら吉野とか、やっぱ吉野はもう誰もある。バーベキューとか行くやん、夏。行きますね、バーベキューで。夏になったら、でもその吉野とか、あの女の子とかと行ったら、はいはい、何ゲームするみたいな、なれへん。あ、なりますね、ゲーム。なれへん。なる、なる、なれへん。なる。どうなのそれ。どうなのそれ、なれへん。どうなのそれ。今流行ってんだろ、それ流行ってんだろ。今ちょっと流行らせていこうかなと思って。でも奈緒ちゃんって、うん、あの、基本的にはまあ面白くない人で撮ってるわけよ、大阪。言わんといて、大阪。だけど、どうなのそれ。一応毎年その推しギャグみたいなのあるよね。ある、ある、ある。今年は、うん、どうなのどうなの、はい、ありがとうございました、奈緒ちゃんでした。そうだ、なんか、これ iPhone の、え、これコーナー化されへん。え、今年何やったっけ。どうなのだから、iPhone どうなのっていう。あ、っていうことですか。そう、そういうことで。まあ、そんなことより、そんなことより、いや、だってね、お題欲しいな。何でもね、あの、2代目が潰すっていう、せん。ジンクスあるわけじゃないですか。せんな。けど、流行ってますよね。パウンドハウスね。まあ、いつも満員ですよ、その、パウンドハウスって、東新沢町、大阪にあって、はい、1階がカフェもできるスペースで、はい、で2階もカフェができて、はい、で、1階はその販売というか、普通のケーキ屋さんの販売もしているようなとこなんですけど、まあ、僕だってね、その例えば、あの取材とか、雑誌の取材とか、大体パウンドハウス指定ですよね、その雑誌の方も。嬉しいな、あの時な。だから、大概来てくれるからな。まあ、おしゃれなね、一応、雰囲気のいいお店の、まあ、2代目。うん、いやいや、もうそんなん言うてくれてありがたいけど、うん、でももう、ジャニーズについてちょっと話したいなと。来るね、なおちゃん。どんどん来るね。ジャニーズについて、みんなどう思ってるかっていう。ここ俺、これ今日の。これマジで一番推してるとこ。いやでもジャニーズのこと、うん、オンラインとかで絶対悪く言ったらあかんの知ってる、うん、だから、めちゃめちゃファンやん。あ、めちゃめちゃファン。めちゃめちゃファンやから、それについて。それやったらいいよ。それやったらいいよ。そうそう。だから、神ちゃんの音楽とジャニーズどっちがええねんって言ったら、うん、俺ジャニーズがいいって言う。何対何で ?9 対1で。俺さっき何対何って言ってあげた。そこ。何対どうしまうの。ごめん俺聞いてなかった。書いてて聞いてなかった。聞いてなかった。ジャニーズにて、まあ、ジャニーズって。ジャニーズは誰ですか、うん、今一番いいのはじゃあ。いや、まあ、やっぱり一番男組やね。一番いい。あの僕も好きです。僕も好きです。初ロックみたいな。いやロックのね、よくロックの夜明けですから。あれ、ほんまやね、ロックよ、静かに流れよっていう。ありましたね、映画、ドラマ、映画、見ました、見ました。バイクでこう、バイク行って。その後の君だけに、それ少年隊やん。君っていう映画あったりしてます？
それ知らんからやめようや。宇宙戦士少年隊みたいな。それ知らんからやめようや。それあんなん知らん話とミーティングしとこうやぞこれ。じゃあその男組ね。そうそういいよね。成田帰ってこい。これ今見てるかもしれないしな。そしてまた成田と島津はあの大ヒットドラマお茶の間の主人公だったんですよね。お茶の間って島津渡辺満里奈と成田カオル役。カオル役。カオル役。お茶の間ってあれ、あの漫画ね、原作漫画で誰望月望月峰太郎。峰太郎ですよ。これお茶の間見てほしいですよね。あれむちゃむちゃいいよ。めちゃめちゃ面白かった。みんな知らん感じの。みんなでも今ね、あのまあこの僕がすっごい好きな話ですよ、うんうんうん、ちょっとその話していくよ。だからそのお茶の間って僕知らないですか。皆さんお茶の間知らないですか。あんな大ヒットドラマ、土曜日の9時からで、主題歌が安全地帯の一人ぼっちのエール。知らん一人ぼっちのエールっていうやつ。じゃあハイスクール落書きも知らんの。あ、それです。知ってる。同じぐらいで、うん、その的場浩司がなぜ今イーチコの CM 出てるか知ってる。なんでイーチコの CM ってお金かけられへんから、うん、一切タレント、うん、タブー使ってなくて、その例えば昔で言ったらその滝とかの、うん、山の滝とかをただ撮ってて、うんうんうん、で、うん、あの君にまた恋してるとかいう、うんうん、ビリバンバンの曲で、うん、イチコだけだった、うんうん、とか、あとあのソフトボールしてるおじさんたちのあの風景を遠目で撮って、うん、君にまた恋してる。同じや、同じ。同じ。また君に。また君に。また君に。いいチコやったよ。その CM、的場浩司がめっちゃ感動してて、うん、で、まさかの僕もノーギャラでもいいんでってことで、ま、今だっていいチコの CM、的場浩司、なんか、なんていうか、侍の格好して走りますよ、今。見た。まあでも僕らハイスクール落書き入りですからね、松葉浩司は。そう。だからジャニーズの話をもっとしたいんだよな、まあ。時間いらん？ジャニーズ。もう時間ない。まあまた来週来てもらっていいですか、ね。ジャニーズあるあるっていう。お。あ、なんかあるんですか？ジャニーズあるある。行きましょう。ジャニーズあるある別にないんだけど。なあじゃん。なあじゃん。高校どこ？有馬高校。有馬高校。有校。有校。大丈夫ある？大丈夫。やばい、あかんな。大丈夫。やばいけど。うるさいな。どうなのそれ？それどうなのそれ？遅い。いやでもまあパウンドハウスね。皆さんまあ東新斎橋では立ち寄ってほしい。そうそうそう。あのね、生クリームの美味しさ。まあ、東新斎橋1ですね、今のところ。まあ、いろいろまとめようとしてるけど、まだ帰れへんで、俺。帰らへんえ、奈良ちゃんって有馬高校でどこにあるの？有馬高校、兵庫県。なんで東新斎橋住んでんの？アホすぎて、兵庫まで行けって言われた。あの、受かるとこなかったの？受かるとこない。だから、ジャニーズある。実家どこ？実家。実家、あの、東新斎橋やろ。東新斎橋のお店あるもんな。で、ここどこ？ここ有馬高校。遠いやろ。兵庫県。遠いやろ、ここ。大阪でもいろいろ生ちゃんが行ける高校あったやん。なかったやん、それ。なかったやん。えぇ、あの、なにわ高校ってあるやん。あるあるある。いけるやん。そう、なにわ高校、あそこ今レベル高なっとって、で、なにわ高校行ったら、なにわ高校今ってでもだいぶ前の話だよ。俺らも30歳。まあ、そうやねんけど、なにわ高校行って受験したら、その日に、あの、校長室呼ばれて、受験の結果発表の、はいはいはい、で、まあ、ちょっとな、関係性がまああったんや、やらしい話が、これでね、やらしいけど、関係性が、なにわ高校と、はいはい、うちの家系の関係性があったから、その裏口入学的な、まあこれ、まあ、それ言うたら、だから、裏口っぽいねってこと、そう、ここねって、裏口っぽいねってこと。で行ってんけど、受験勉強し、一応したやろ？して、試験受けて結果発表の時に、校長室呼ばれたの。呼ばれて。校長室呼ばれて、校長先生が、親と、校長先生と、あの、全然いいんですけど、まあいいんですけどね。あの、入ったらついていけないと思いますって言われて、親が、すいません、じゃあいいですって言ったのを、横でこうやって俺見とったっていうな。これ全然ジャニーズの話なの。ジャニーズなの。ちょっとごめんやけど、あのもしかしたら有馬高校の人らも見てるかもしれないから。あ、ほんま有馬高校すいません。ほんまはあの挽回してから帰ってほしいんだけど、
あ、もう時間が。時間ないから、ごめん。オッケー。なあちゃん、でも今は、美味しい経験の悩みやから、うん、ありがとう。これだけ、はい、自習だ。それだけ書く。早く書いて。はい。じゃあ、はい。はい。はい、ありがとうございました。どうも、ありがとうございます。いやこれ全員だっていうの。なおちゃんすごいですね。完全にすごいです、ね、うん、なおちゃん、まあなんか愛されてほしいですよね、皆さんに。ケーキね、本当に美味しいんで、また行ってほしいです。でも、じゃあ今日まだゲストに行きましょうか。次のゲスト行きますか。じゃあ僕の、ここの後輩、お NHK ですか、もんイエーイ。いや、NHK ベースあんぞ。ありますか、アンダーグラウンドベーシスト。ありがとうございます。あの、ちょっと宣伝いいですか。宣伝先、お願いします。あの、そこにポスターがあるんで、あ、あの、よかったら、あの、貼っといてもらって。あ、じゃあちょっと、あ、キャモさん的な、キャモさん的な。じゃあ、ちょっとここに挟んでおいてます、ここに。あ、シャカリキコロンブスね、はい、クワトロ、新鮮橋クワトロ、ワンマン、まあね、はい、NHK 出ますけど、はい、まあ、なんていうか、まあ、NHK とはもう長い、うん、そうですね、ね、まあ、僕とお互いベーシストですけど、はい、アンダーグラウンドベーシスト、見せてもらっていいですか、とりあえず。アンダーグラウンドベース、うん、それはちょっとボリューム上げますんで、はい、まあ、どこだけアホかってことを。じゃあギター弾いてください。なんじゃギター弾けんの？なんじゃウクレレで行きましょうか。じゃあギターはギター前にして。ギター前。じゃあ僕もじゃあベースで弾きます。はい、コード教えてもらっていいですか？はい。何の曲？簡単な曲あります。え？うん、ワンコラスで。ワンコラスで。コード何ですか？簡単な方で、じゃあね、G と A と D で。どうなんですか？また。
ね、じゃあ、のーちゃん、ここ、真ん中入りましょう。真ん中、もう真ん中入ってください。はい、じーいきます。はい、のーちゃんです、イエーイ、拍手。告知というか、はい、最近ね、まあ、ラブソファー、はい、10周年山水バージョン12月、10月24日、はい、山水で、まあ、出てもらいます。カツマブージェもね、はい、出ますし、はいはい、アジラも出ますけど、あと何か、まあ、自分らで主催でやってるのが12月5日にシャングリラで、シャングリラ、はい、あるので、ワンダーグラウンド、ワンダーグラウンドってイベントで、ちなみにそのブッキングとかも決まってますか？誰が出るとか。モアリズム。おお、いいじゃないですか。モアリズム一応。いいっすね、今のところね。はい、もう決まってます。それは決まってます。わ、はい、かりました。じゃあ12月5日はまあシャングリラ、はい、まあ、12月、10月24日はまあ山水に来てほしいということで。はい。はい、じゃあでして、あ、はいはい、のーちゃん、はい、どうぞ。あと、うん、明日、東心斎橋のよかにせっていうところで、はい、うん、バイトしててもうやめたんですけど、もうやめた。あ、イベントあるの？パピコちゃんとソロで一緒に、あとリーベン君っていうレゲエの子と、リーベン君、はい、パピコちゃん見てたよ。今そう、はい、見てくれてるパピコちゃん。パピコちゃん間に合ったんかな昨日って、俺ずっと心配。そう、一緒に帰ってきた。そうそう、一緒に東京から帰ってきてるけど、それを言ってくれって、パピコ、明日パピコちゃんとリーベン君で、はい、アジャラ、私ソロで、ノーちゃんソロ、あ、はい、やりますか。じゃあ、はい、お願いします。あ、じゃあ何時から、ちなみにそれは、8時ぐらいからパピコが歌います。はい、で、ノンちゃんは次です。はい、わかりました。リーメン君は最後です。最後、わかりました。じゃあ、はい、アジラでした。ありがとうございました。いやー、今日すごいですね。もう次から行きましょうか。次から次へと行きましょうか。行きましょうか。今日ね、一緒にね、ライブしてきた、あの、さっきムジカで一緒でした、はい、僕、タミオとかレアニジェグルーブっていうバンドと今日やってきたんですけども、どこか行ってますかね。行きます。ちょっと来る前に僕の先輩だけ紹介していいですか。先輩で紹介してください。なんかここちょっと目が怒ってるんですけど、あ、ちょっと待って、じゃあさっき、じゃあ僕タミオ行きます、はい、メンバーがね、おい、終電なくなって帰っちゃいました。あ、メンバー帰って、じゃあ、はい、今、隅田だけ、はい、一人ですけど、は
はい、趣味の今日その何本気の格好で出てくれる？もうライブのまんまですね。ライブのまんまですね。さっきね一緒にライブしてきましたけど、ね、ムジカで。だけど今日は良かったですね。じゃあ、ね、楽しかったですね。次のじゃあ今悩んでることをとりあえず。また。先週この間からの流れ。ギターは弾くけど、はい、まあ弾く。持つけど、まあ、引かなくていいんで、引かなくていいんですか。もし危ないと思ったらギター弾いてください。今悩んでることは何ですか。今悩んでることっていうのはその どっち方面の。いやそのもうなんていうかその自分の25歳として今年5歳の男として今悩んでる今悩んでることを言ってください。そのそういう意味じゃないですよ。そのいろんなそのあるじゃないですか、音楽とか人生とか、まあ、仕事とか。そういう意味で今悩んでることを別に悩んでないですか。もうあんま悩んでないですけど、うん、そのまああの恋の仕方が分からなくなりましたね。これ重大な悩みですけど。これはね重大です。僕もね、はい、それはね一緒にねだってシャカリクロンブスで一昨日東京でね代々木ザーザースでライブしてきて、その帰りね東京からの帰り、うん、今住野と一緒にまあ運転し合いながらね、はいはいはい、住野のそういう話聞きましたけど、はい、やっぱりその去年は、まあ、性欲が強すぎて悩んでたと。そうですね。ね、まあ、そういうのは、ね、そういうのはでもみんなあるよと、はい、そのこうやね、こうやねっていう話ね。その男の人の、男の人ね、その二十歳ぐらいでこう一回こうなって、はいはいはい、で同じ人も、まあ、変わらずこういう感じやから、はい、まあ、こうなった時のその今こうでしょ。だから今多分こういうこと、ね、もうすぐまあこうなってるでっていう話で、はいはいはい、まあ、一応解決してるわけじゃないですか、はいはい、けどね、これね、まあ、これホットドッグプレス調べなんでこれが本当かどうかわからないですけどまあでもそういう意味では、まあ、スミナも、まあ、そこは乗り越えて、そうですね、で、あれからというものを、まあ、その時結局彼女とは、まあまあ、別れて、はい、今、僕が見てる限り、はい、その人も愛せなくなってますね、今。そうですね、うん、もう分からなくなりましたね。だからその例えばまあ僕で言うと高野由里っていうね間違いない人がいてるわけですはいはい、はい、なるほどなるほど。そういう人はいてるんですか、その高野由里、ま、僕で言う高野由里みたいな有名人とかで間違いない人ですか、うん、最近僕誰だったかな、ちょっと見ていいですか。あ、ちょっとじゃあこれはっていう人を見つけたんですけど、はいはい、iPhone でどうやって飲んでどこで見つけたのそれなんかね、どこやったかな、なんかね、写真が、うん、雑誌の写真かな、雑誌の写真でうわ、この人っていう人見つけました。ちょっとバンドメンバー来ました。モリ、ちょっとこの辺から来れる。ちょうどですね、はい、これ、オクタビオのね、ギターリスト、あー、モリボーカリストで、モリッチ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 、なんかそのね、その今の話聞きました、モリッチ、はい、でも去年のいろいろな悩みを乗り越えて今その人が愛せなくなってるっていうね、住野の、うん、で最近なんかその誰を見つけたんでしたっけ、あの雑誌で、はいはいはい、これはっていう人見つけてすぐメモったんですけど、うん、知ってる人メモどこにメモってるやることリストにやることリストにメモったやることリストにちょやるこちょっとお前のやることリスト一回読んでいいいいっすか、あのシャカリキ4000円返す。シャカリキ4000円返すって何やることリストで。僕あの物販の売り上げ預かってたんですけど、安田さんに渡すの忘れてたんです。今持ってんの？今持ってるんですよ。マジ返すよ。それすぐできる。すぐそれはすぐできるね。その後めっちゃ難しいのありますよ。これがね、あのオクタビオのメンバーがどうしても、うん、あの頼むって言われたんですよ。いきますよ。はい。フジロックアピールメンバーから僕頼まれましてどうしても出たいからちょっと頑張ってくれって言われて、今日でもそのモリッチにはちょっとフジロックへ の、はいはい、あの近道ちょっとだけしようね、はい、ちょっと教えたと思います。 あ、 ありがとうございます、はい、どうしても出てるんで、あとセットリスト決めまあまあまあちょっとキツネをゴムかなキツネをゴムかな、キツネをゴムかな、これはあの今日ライブで ETC 取り付け聞くETC の取り付け方ね。そうなんですよ。11月22日、テハンのツーマン。アップ。はいはい。まあ、スケジュール。誰とツーマン、オクタビオと。森本くんが、はい、あのソロで出るんですけど、はいはいはい、
テクテクマイちゃんっていう女の子とテクテクマイちゃんシンガーのね、女の子とバーでツーマンするんで、うん、スケジュールに上げてくれて、これもメンバーに頼まれた。それはちゃんと上げといて。その後のその後ソウルファイヤーってなんですか。ソウルファイヤーってそれなんかなかなかの人やね。大阪大阪で言うソウルファイヤーはなかなかの人やね。ソウルファイヤー、あ、そうなんですか。笑われへん人やね。あ、そうなんですか。いや、あれどこの人やろ。2回ぐらい後ろが切られましたけどね。マジっすか。なんかね、あの野外フェスみたいなとこでパフォーマンスをしてるのを見て、はい、面白い人おんなと思って後って調べようと思って。ああ、まあまあでもあの人はもう大阪レジェンド世代ですからね。ああ、そうなんですか、はい。もう2回ぐらい腰蹴られたんじゃないですか。腰蹴られますか。そういう人なんだ。あと、結構痛いとこ。ベンズ音源入れる。ああ、ハーモニカにネーミングじゃなくてハーモニカに名前をつける。何のキーかを分かるように貼っとくっていうやることですね。洋楽の歌詞理解は中二かお前。これは洋楽の歌詞理解中二か。あのシャカリキコロンブスの番長さんが、はいはい、なんかめっちゃ洋楽の歌詞の良さを、うん、あの行きの車の中でずっと語ってたんで。いやいやいや、皮膚科行く。皮膚科行くっていうのは。皮膚科行くって大丈夫ですか。最近めっちゃ痒いんですよ。皮膚が。その皮膚でもいろいろあるじゃないですか。どの辺。まあまあ言うたらもう一個は膝の膝裏で、もう一個なんかこの辺。めっちゃ痒いんですよ。これね、もう3年ぐらい前からずっと痒い。3年前ぐらいからずっと痒い痒い言ってて、その痒い時は絶対そのそういうことは しちゃダメだよ。いや多分ね、そっちじゃないと思うんですけど。大丈夫ですか。はい、単純にちょっと弱い、はいはい、かぶれやすい。で、結局吉高由美子さん。吉高由美子さんっていう人はめっちゃ綺麗な人で。これはっていう人見つけた。吉高由美子さんの情報、誰かあの今生きた情報知らないですか。吉高由美子さん知ってる人は知ってるんですかね。吉高由美子さん超有名な人。あ、有名なんですか。有名、超有名。あの何歳ぐらいですか。何歳ですかね。でも20代20、ね、でも若いと思います。あ、20代23、24代多分ちょっと、まあ、気になってるって。そうですね、めっちゃ気になる。じゃあちょっとその僕挟まれてるんですけど、すみません、僕ら膝パーカッションで、はい、膝パーカッション、隅野のそういう気持ちを踏まえて何でもいいです。もうちょっとワンコーラス、オクタビじゃなくてもいいですか。全然いいですよ。もう膝パーカッションやりやすい曲やってください。はい、その、はい、シャカリキコロンブスでもいいですか。まあいいですよ、はい、この間もやりましたけど、はい、まあ、人がのことを愛せなくなったという気持ちも考えつつ、うわ、これ誰ですか。ちょっと、ひなさんがすごい、あの裸の写真をめっちゃチラチラ見してきてますけど、誰っすかじゃないお前。誰っすかこれ。誰とかじゃないの。そういうのはまあまあいいです。じゃあまあまあ。でまあ僕たびをこの、この情報というか、今日まあ僕ら一緒にライブしましたけど、はい、次いつでしょう。次は明後日ですね。明後日。明後日は心斎橋の、うん。ディグミアウト、はい、あ、これアート&ダイナー。清水温泉の。そうですね、はい。ディグミアウトカフェね。ですね、はい。まあ、オルタイチ君。オルタイチさんと児玉奈緒さん。児玉奈緒さん。出ますね。で、僕たちスリーマンで。はい。これはいいイベント。何時から?7時ですね。7時。はい。お僕は多分一番ですね、7時から。まあ、キャリア的にね。ですね、どう考えても。キャリア。これは一番です。若手も若手なんで。いやけど、まあ、それで、まあ、10月ね、はい、24。4、4、ね。これ、ラブソア。はい
山水バージョン10周年にも奥田美容ね、はい、アジラも、はい、100万ブージェも出ますけど一緒ですよ。あ、そうですね、はい、まあ、10月24日あるということで、はい、まあ、奥田美容でした。ありがとう、はい、ありがとうございました。で、その時に、同じ日にもう一つ出る番の曲来てるんで、あ、そうですね、はい、読みましょうか、ちょっと読んでください。そう、レイニー・ジェイ・グルーヴ。いい名前ですね。はい、じゃあ、お伝えしましょうか。プロデューサー、今で何分やってます？今、でももう今12時半、20分。お前が今何ビューですか？今日の目指す100ビュー。55とか。半分、半分ですね。いやけどレイニー J グループ来ましたね。はい、どうも。じゃあレイニー J グループの、ベースの浜田です。浜ちゃん、イエーイ。浜ちゃん、浜ちゃん、大会でね。そうです、大会カレーてました。大会カレー、はい、カレーも売ってます。カレーもできます。そしてギターの福永、うん、福永、みんな福ちゃんって。福ちゃんね、はい、福ちゃんで、多分映ってないと思うんですけど、ドラムの、鍋ちゃんです。鍋ちゃん映ってます。映ってます。レイニージェグルーヴ、はい、最近すごいね、もう話というか名前聞きますけども、まあ実質まあ売れてはないと思いますけど、全然売れてないですね。全く名前は聞くということで、もう今だいぶあの布石は打たれてると思いますよ。今準備は整ってますね。売れる準備は整ってます。あともうやるしかないみたいな状態で、はい、そうですね、間違いないです。間違いないです。これもう何年ぐらいですか？今5年とちょい、それぐらい遊び含めたら6年、7年ぐらい、うん、まあ、でも浜ちゃん、とりあえず、まあ、とりあえずこの式に浜ちゃんに任そうかな、一回。それはやめてください。それだけはやめてください。浜ちゃん面白いから。いやいや、浜ちゃん何歳だ、何歳な。42って言われますけど、27ですね。浜ちゃん、ボンドでこの塗ったやろ。そうそう、ボンド直してるやろ、これ。キミオ君に割られたんで。キミオ君、それ。レインボーヒルで。レインボーヒル。浜ちゃんも入りたい。はい、割られてますね。いや、まあ、キム君仕方ない。仕方ないです。まあ、でもその、はい、今日ライブね、僕、まあ、2回目ですけど、ちゃんと見ましたけどね。よかったですね。嬉しい。あれ、でも、あのインストというか、はい、あの、プログレというか、はい、あれだ、どうやって作ってるんですか、あれは。あれはもう、うん、基本的に親が作ってます。親がね、基本的に親の言うこと聞いてる。はい、みんなのお母さんが。はい、そうです。聞きかしてる、はい、すいません、殴らないでください。あの、なべちゃんな、はい、なべちゃん、なべちゃん、その浜ちゃんのボケに、はい、あの、まあ、これの返しでもう成立したわけが、はい、今なべちゃんのダメ出しのけどやっぱこういった殴ってもらっていいですか。いや、ベーシストがやっぱりボケたら、はい、やっぱドラムもいかなあかんっていう、モリズム隊のなんか愛を感じましたね。いつも言われてるんで、やっぱもうそうそうそう、俺もすごい前を感じて、いや、すいません、もうそういうベーシック、ドラムとベースってすごい、うん、そこはね、素晴らしいと思う。一心同体ですから、面白くないけど素晴らしい。すいません。どうも。いや、もう僕はもう黙ってろって言われてるんで、いつでも。あ、そう、リーダー、リーダーいないですよ。いない、うん、決めよう、今強いてるなら親ですね。ちょっと今な、ほら、もうやめよう、なんで、なんで今の親もうそんなのしゃあないじゃないですか。さっきのまで2回目でまたお母さんで言ってもまたしゃあないかな。そうですね。リーダーいないですよ、ほんまに。でもリーダーつけて決めましょう。今決めましょうか。何歳ですか？じゃあ俺がやるわ。俺がやる、俺がやる、俺がやる、俺がやる。いやいや、俺がやる、俺がやるよ、俺がやるよ。それやったら俺がやる。あ、どうぞどうぞ。うわーい、よかった。今うわー、今でも絶対やるとしたら浜ちゃんじゃないとあかんか。ちょっと順番間違えました。今、いや、そんなことない、そんなことない。今多分、でも誰がリーダーやるんだ。いや、もうじゃあ、うん、なんも俺がやろうかな。じゃあ、いやいや、俺がね。え、誰か、誰か、これ何ですか？2回やります？いや、これでもね、テレビで見たことをガチでやるって難しい。確かに、人数足りてへんしね。だってあれ、言ったらすごい考えられたギャグです。やっぱりプロですからね。すぐできるもんじゃない。でもまあ、浜ちゃん、リーダーも浜ちゃんじゃないですか。いや、そうしましょうか、浜ちゃん。はい、ちゃいますけど。じゃあもうこれからリーダーリーダーやります。はい、だからそのレイニジェグルーヴの、はい、ブッキング、はい、ギャラ、はい、受付全部浜ちゃん。わかりました。始めます。ギャラはじゃあ俺が、はい、ギャラだけ俺がやります。じゃあギャラ決めましょう。ギャラだけ決めて今日帰りましょう。よし、じゃあね、まず、はい、家どこですか？京都。京都です。大体京都、京都です。まあでも今の集客から考えて、うん、ギャラないやろ。え、そもそもこれ今俺は怒られてるんですか？ないよ、ギャラないよ、すいません。集客大丈夫？ C って言うならどう思いますか？あ、 C って言うなら、そうそうそう、 C って100歩譲って譲ろう、はい、譲る、はい、
いや、その例えばラブソファーに今度ね、10月24日、ね、僕のラブソファーってイベントに出てもらいますけども、これ客呼べっていう圧力があるじゃないよね、これ。いや、ラブソファーもね、はい、まあ、今まで10年やってきまして、はいはいはい、まあ、すごい盛り上がってる時期もあれば、はい、なかなか盛り上がりにくい時期もあるし、今またより新しい人が入ってきてくれて、まあ、新しい盛り上がりができてる中、はい、レイニジェグループ、はい、厳しい時です。何人呼ぶんかっていうことですよね。そうです。もう新しい流れの、まあ、最先端です、まあまあまあ、オクタビオとかレイニジェグループっていうのは、だからまあ別にお客さんが来なくてもいいですよ。そのラブソファーに出てるっていうことだけで僕別に満足ですからね。うん、それでいいってことですよ。全然それでいいです。怖いんですけど。まあ集客とかはね、はい、もうその考え出したらすごい難しいじゃないですか。はい、あ、確かにそうですね。だから、まあ、その僕はでもこれだけは、はい、あのいつも心がけてるんですけど、ちゃんと聞こう、ね、そのレイニジェグループとかも僕たち今来てると言われてる新しい流れに、はい、まあ、僕ら絶対負けないですけどね。いや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 、そりゃ、うん、俺負けない、俺負けないよ。ちょっと待って。俺負けない、俺負けない。俺負けない。いや、俺負けない。負けない、ちょっと俺負けない。あ、どうぞ。なんでやねん。あ、落としたらダメなんですよ。こんなんしかできないんで、ほんま2回俺、大怪我やから。いやいや、確かに。ほんまに申し訳ない。こんなんせえへんもん、もう。いや、ちょっとやめてください。あの、ズボンおしゃれなんで。おしゃれやん。そう、おしゃれなんで。まあでも、その、レニジングルームが、まあ、今後どうなっていくかっていうのは、はい、まあ、浜ちゃんにかかってる。俺がかかってますか、うん、それはまずいですね、ちょっと。いや、もう全然、ね、何読んだらいいですか、じゃあ。それ言いましょう。もう言ってきましょう。何読んだらいいか。ラブソファーで、はい、レイニージェグループが何、最低やで。はい、最低。最低は18人。はい、18人最低18人。18人はちょっとあれやな。その何でかって言ったら、まあ、18 19人目からは、もしかしたらその時調子よかったら、微妙にこう返せていく。LINE やチャージバックできていく LINE ではある、はい、あ昔20人やってんけど、この LINE、 あ、そうかそうか、そんなのあるんですね。それは若干2人減ったっていう、ちょっと今ちょっとそのこの時代のってね、時代のでね、2人減ってます今。18人か、呼べるんちゃう。いやでもほら、それだもんな、あのセックスフレンドが4人やろ、まず。そうやな、あと親が4人、お前が4人やろ、4人で、親が4人で大丈夫、大丈夫、今任せたじゃん、今任せたで、大丈夫、そういう番組なんですかこれ。そんなすぐできるんですか。浜ちゃん、浜ちゃん、はいはい、セックスフレンドのこと誤解してなくない？え、誤解、その今日なんか楽屋でもその話しましたよ。その友達ではないねん。あ、そっか、ただのセックスって言ってましたよね。それキモくそれキモくやってた。俺ら言うてる。ああ、そうか。俺らの自慢としては、はい、セックスフレンドとか、はい、あかんってこと。あ、地図であれと。違う。違う違うセックスはセックスやし、フレンドはフレンドや。はい、そこそこは分けてこうって一緒にしたらあかんってこと。そこは分けてこうって話だよね。ちょっとだいぶ、あれやんな、今、はい、なんすか、巻き戻したい時間。いやいや、結構みんな笑ってくれたのに、さっきまで全然笑ってないから。いや、だってな、今日な、俺のそのコンセプト目指して100ビューやねんけど、はい、いや、今200くらい行ってますよ。行ってない、全然、ちょっと今なんぼなんぼなんぼ。54 54や、4分の1や。浜ちゃん、浜ちゃん、最後にちょっと、レイニージェグルーム、ちょっといい感じの告知とかないの？ラブソファー出ますけども、はい、それ以外に、それ以外にアルバム出るとか。あれ、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 あれか、あれ、あれ、大丈夫。じゃあ来月あの僕法事があるんでそれぐらいは。いや待って待って待って。いやいやいや、パフじゃないです。いや、ほんま知らんの。はい、あれあるよ。あれか、あれ、あ、すいません、忘れてました。 ある。ね、11月24日に、はい、なんとリンジェグループベースの浜田純誕生日なんで、よかったらあのメールとかもらえたらいいの。それでよくないですね。完全に良くないです。こんな2回しかいや、だから、いや、そんな、だって告知ないですもん、俺ら。本音、本音、告知じゃないですよ、今日。人前で、そういう、なんか、今日人前で、はい、はい、言ったらあかんこと言ったら。あ、すいません、ごめんなさい。ちょっと、イメージだけちょっとアップして帰ってほしいから。いや、そうそうよ。なんか、モノマネとかできるって聞いてんの、ね、モノマネ、モノマネできるって聞いてる。なんで知ってるんですか。聞いてる、聞いてる。最後、最後、最後。マジですか。最後、それだけでいいよ。なんとなん、あ、どれがいいやろ、モノマネ。いや、モノマネは基本的に何でもできるんですけど、ああ、どれ
れがいいんかな、なんか何がいい。あ、ほんで、ちょっと指定していいですか。最近のハマってるやつがあるんですよ、はい、ドラゴンボールで、はい、あの劇場版で、はい、ブロリーってわかりますか。はいはいはい、わかりますね、ブロリー。劇場版しか出てこない。それがもう、はい、ブロリーやりましょう。じゃあ、はい、じゃあカウントだけお願いします。いきますよ、ブロリー、はい、3、2、1。はい、ブロリーです。カウントが悪かったわけ。いや、今3連続。カウントは大丈夫だよ、今。こんな終わらねえよ。けど、マジで、さっきまで好きやったけど、今めっちゃ嫌いやん。殴るんだけやめてください。それだけやめてください。いや、けど、まあ、じゃあラブソワーね、はい、みんなで、まあ、はい、頑張って、はい、皆さん呼びましょうか、はい、ってことで、レディチェグルメシャー。イェーイ、ありがとうございました。もう一度塩、塩塩持ってきて、塩拭かんといて。前受け、前受け。やりましたね、今日。でも告知もやったし、うん、今日もう何分ですか、今もう。長いですね。もう1時間半やりましたか。でも、まだやり残してることないですか。これですか。エクササイズだけなんです。エクササイズ、あ、エクササイズ、僕、じゃあ今日説明しましょうか。いや、その、今日、ちょっとじゃあプロデューサー、なんかその、どこを教えてほしいかっていうのをちょっと、僕に言ってもらっていいですか。こないだ何でしたっけ。こないだは、体の作り、あの、体ってどうなってるのかっていう。今日どうします。今日何しましょう。この、まあ、玄米ダイエットとか、例えばそのリンゴダイエットとかいろいろあったじゃないですか、まあ、そういうの話します。それか、もっとこの運動のエクササイズでいくなら、あ、そっち行きましょうか。そっち行きます。その、まず痩せるってみんなちょっと一個勘違いしてると思うんですけども、まあその痩せるね、絶対かかんねえこれ。痩せる、例えばそのモデルさんとか言ってるでしょ、その世の中ので、あの人たちはその確かに痩せてるんですけども、あの人たちのあのもう言うたら、こんなもこんな、言うたらもう、こんなことですよ、その、このモデルさんの体型って。これ、これでこうして、なんか、このおしゃれな服着て終わりですよ、はい。こんな感じです。モデルさんね。これ、まあ、1、2、3、4、5、6、7、8等身ね。これ、世の中の既製品で売ってる服は、まず、この人らからサイズを取ってないわけですよ。わかりますか？この人らから、サイズをもし取ったら S サイズ、M サイズ、L サイズ全部おかしいことになりますよ。で、今じゃ誰からサイズ取ってるのかというと、本当のモデルさんです。本当のモデルさんからサイジングしてるんです。わかります。プロデューサーわかります。これどういうことですか。だから本当のモデルさんっていうのは、あの、例えば、まあ、あのブランド、グッチ、なんすか、あと、シャネル、シャネル、何しとったの、こうなんすか、シャネル、こうなんすか、そんなん、そんなん、重ねて、こうなんとか、あるでしょ、この、僕、まあ、ナイキ好き、ナイキとね、アディダスね、アディダス、まあ、これはまあスポーツでは関係ないんですけど、まあまあまあシャネル、グッチどうなんですか、こうですか、G ですか、はい、自由、自由じゃない、ユニクロの、ユニクロの下のあれですね、あのこういう、ブランドはそのこれを採寸する、世に出すために、あの採寸する、あのモデルさんがいてるんです。このその人らが本当のモデル。この人らはどうなってるかって言ったら、さっきの、まあ、さっきのこれが、あの今の、まあ、トップモデルに、その人らは、こう抑揚があるんです。わかります。これ型紙です。これがわかります。これちゃんと抑揚があるでしょ。で、大体この人らの身長が、
大体攻めてるブランドで100、女性ですよ、173センチ、体重51キロです。わかります？体脂肪 24% です。わかります？だからこれぐらいでいいんですよ、基本的に。一番痩せてて、一番痩せてるサイズです。で、今、女性の、平均がですよ、大体日本人の今の、まあ言ったら、50歳の平均が、身長、149、大体ね、うん、で、まあ、体重はまあ、62キロかな、大体。で、体脂肪 31%、リアルやばいな。大体これは50代の人で、はい、僕はそういう人が好きです。だいたいこれは高野由里のこと。高野由里。だからもうこういうことなんじゃないですか。高野由里もっと痩せてる。こういうことでいいんだと思いますよね。僕はだからその、美痩せたいっていうのはね、ちょっとね、なんかその間違ってるなと思いますけど、その高野由里みたいなわけじゃないですか。高野由里、ビューティークリニックの高野由里があんな体型してるんですから、それが一番美しいと思いますよ、僕は。会ってみたいですね。多分再来年ぐらいやと思うけど、まあと言ってもやっぱ女性の方なんで、まあ、20代30代の女の人は、まあ服ね、例えばそのウェディングドレスでもやっぱりその例えば11号を着るのか、うん、その9号を着るのかでは、うん、ウェディングその結婚式の、うん、あの緊張感が変わってきます。変わってくる。やっぱりそのいろいろ来てくれてる人がね、あいつ11号かと思うのと、おい9号、奥さん綺麗やなってなりますよ。9号でしたら、ね、11号やったら、あ、11号やな、11号やな、ええ子やろな、性格ええねやろな、合ってんねやろな、ね、9号、もうすごい、めっちゃ綺麗な奥さん、ええー、なって言われるんです。でこれが、まあ、この、まあ、上が、まあ、7号ってあるんですけど、これは、真剣に一回あの腸内洗浄してください。7号を目指そうと思ったら、7号は腸内洗浄プチ断食絶対やってください。でも9号でいいわけじゃないですか、基本ね。ウェディングドレス着るのは9号でいいでしょ。皆さんどうですか。男ばっかりやからわからないと思いますけど、だけど9号着るのにはその、まあ、我慢というか無理したら着れると思うんですけども、ちょっとこの辺のね、その肉とか、その脇の下の肉とか、まあ、広背筋って言うんですけど、この辺がちょっと気になるとこ、こういうね、あの、大体ウェディングドレスなんか、その、ちょっとこの辺の、そのバストより上ぐらいでこうカットされてて、この肩から上は出るわけじゃないですか。この辺、この中でここの肉とかが余ってるっていうのはちょっと、まあ嫌かなっていうことで、まあ僕は今日、一つエクササイズやると思うんですけど、やろうと思うんですけども、まず、ここの二の腕、まあ、これ三頭筋と呼ばれてるんですけども、これはもう、あの、これはもうすぐ、なんとでもなります。で、例えば、もう家にある、あの、大体、僕らの家にあるもの、例えばベースね。言うと、普通ね、こうやって持つでしょ。普通こうやって持つでしょ。けど、もしまあ女性の方、今からウェディングドレス着るよという予定の方であれば、こうやって、こういう風に持ってください。わかります？これによって ここは刺激されて、で そんな重いものじゃなくていいんです。こういうベースぐらいの軽いものを、ヤマハですよ。ヤマハですね、150回。めっちゃ多い。でもね、なんかね、あの、まあ、もうフェンダーちょっと面白い。150回っていうのは、そのご機嫌ようで言ったら、〇〇の話とかが一つ、ワントークで大体150回です。僕よくやってますけど、家で。結構早い。だからね、大体、ほんまにやる。大体人のその話の面白いところまで聞くと、大体150回できます。で、これによってできるのと、あと、まあ、この辺はすぐできるんですけども、あの、みんなね、その、例えばそのウエストが気になるんですよね。でもね、ウエストをね、絞るためには、あの、例えば今ね、なんかそのアブなんとかとか、はい、このお腹にこういうビーっていう、なんかこの、すごいって、こいつは
本当に痺れるぜみたいな体脂肪がどでも燃えるようだぜっていうあの通販でやってますけど、これは嘘ですね。あ、うん、これは変わんとこ、あのね、僕ももうこれだいぶ買ってやりましたけど、これはとりあえずあのコロッケとか食べてるとすごい気持ち悪くなります、これをつけるとね。でこれはまあそのここに個人の感想ですって入れてもらっといていいですか、今から言うことは。それにすぐ入れれないですじゃあ僕は入れてみます、個人のあれです今から言うことは個人のあれなんですけども、とにかくあのそういうことでは無理です。なぜかというとその太ももの、大腿四頭筋という部分と骨盤の、インナーマッスルを鍛えないと人はウエストは絞られないです。で大体ね骨盤ってこうなってるんです、骨盤ってこうなってるんですよね。でここにあの皆さんね全然ね普段が気づいてないんですけども、ここをこうやってうわー重い重い重いって言ってあの支えてるインナー君っていうのがいてるんですよ。インナー君、インナーマッスル君ね、インナー君、はい、でこの人らはあの普段ね、例えば僕らが歩いてるとかあのいろんなあの、まあ、ライブしてるとか、うん、まあ、家事してるとかあのテレフォンアポイントやってるとかそういう時には全然使われないんですよ。この人らは普段は、使われないんですけど、使われないっていうのは頭が使ってないと思ってるだけで、この人らはずっとこの支えてるんですよ。でもここをトレーニングしてあげないと骨盤がだんだん下がってくるんです、こっちに、まあ、どっちでも下がってくるんです。となると内臓が落ちてきて、代謝が低下してで、基礎代謝が下がってもうこの脂肪だらけになるんですよ、これ、はい、で僕が分かります、この説明分かります。で、まあ、森光子もやってると言われる、まあまあ、スクワットあるじゃないですか。でスクワットとかも、まあ、やるのもちょっと恥ずかしいなとかあるわけじゃないですか、女子となると。で僕がまあおすすめしてるんですけど、まあクララとかがよくやってるポーズなんですけども、クララあの立てたよっていうクララは基本的にこう座ってるわけじゃないですか。でその最終立った時にこう分かんすまあ萩原、荻原、杉原とかもやってたもん、ね、この姿勢。じゃあ皆さんちょっと今ちょっと椅子に座ってる方一緒にやってもらっていいですか。ちょっと開けますよ、せーの。これだけです。これだけでご機嫌よう見てくださいとりあえず。あーしんどい、もうこれだけでもう大丈夫です。これで下半身のその下半身がね一番最初に衰えてくるんですよ、人間は20歳超えると。でここの基礎代謝を上げない限りはやっぱりねそのウエストとか締まってこないんで、まずテレビとか、まあ、こういうね椅子、まあ、カフェでもいろいろあるでしょ、こういうね最近もおしゃれな椅子ありますけど、こういちいちこうしてください注文の時でもすいませんこうしてください美味しい美味しい言ってください。ちょっとこの混ぜたりしてね。で疲れたら座ってください。これを1日150回多いな。これがね今日のこれでも多分ねこれ分かると思うんです、すごく。でちなみに肉は太らないです。まあ白いものは基本的にちょっと控えてください。小麦、お米、パンね、そういう色が白いものはとにかくあんまり控えてください。特に夜は控えてください。でまあ女性、綺麗な女性は食べても太らないとかいろいろ書いてるでしょ、大体雑誌とかに。そんなわけないですよね。僕もだってまあモデルのねファッションショーでその演奏するとかありましたけど、その時なんかもう、ビュッフェスタイルでめちゃめちゃ料理出てますけど、そのモデルさんたちもめちゃめちゃ食べますよ、ビュッフェスタイル、その食べ放題みたいなことでめちゃめちゃ食べるんですけども、これはもう戦いですからね、モデル同士のこの勉強しないでっていうのと一緒で、大事、全然食べても全然その食べようや食べようやって言って、まあ、食べるんですけども、その後、まあ、力士通るみたいなトレーニング待ってるんで、モデルの人もね。だから
基本的に綺麗な人は食べても痩せないっていうのは、まあ、それはそのそれなりに、その後、まあ、ボクサー並みの、まあ、試練が回ってるっていうことで、基本的には普段から、まあ、食べて運動するっていうことを気をつけてもらえば、例えば食べないだけの痩せてる人っていうのは代謝も悪いので、やっぱりその吹き出物、肌荒れ、まあ、髪の腰の衰えとかいっぱい出てきますんで、やっぱり食べるっていうこと で今に一番そのおすすめの今の食品、僕のおすすめは、おかえす季節的にもこれはもうしっかり食べてください。これはもう今大体今年高い高いって言われてながらも、今生ザンマ大体150円ぐらいまで落ちてきてますんで、これをしっかり焼いて食べてください。まあ、今日のエクササイズいいんじゃないですか。イエーイ。さあ、ミノワの話に行きました。太い話でしたね。今日じゃあもう僕らやりましたね。ラッパーみんなね。じゃあ、最後に、僕の、今日さっきやってきた、ワンダフルボーイズのメンバーのキメ君どうぞ。よっ。今日もう何分ですか今。今もう45分ぐらい。もう2時間行きましょうか今日は。ね。みんなもじゃあ歌ってもらいたいんで、知ってる曲をね今日。知ってる曲。簡単なんかないですかね。ちょっとないかな。この知ってる曲を、うん、今日ベーシストもいっぱいおるし、ちょっとベース回してギタリストもいっぱいおる。あ、いるねいるね。どうします？やってみます。あ、じゃあ僕誰かが弾いてくれるんかな。弾いてくれる感じで。じゃあ誰かが弾いてくれるまで僕ら曲やりません。NHK がもう NHK。いや、ちょっと、ちゃんやって。いや、今日でもその、コード最初何も今決まってない。何やるかも。何の曲やるかわかんないですけど。何ですか？ループ教えてくれたら。まあね、もうこの収録時代はもう先のエクササイズで僕の中で終わってるんで、あとは受けたら儲けもんぐらいの。あとはゆっくりやったらいいと思いますね。あのおまけです。うん、まあだからまあとりあえず、はい、ちょっと行動を NHK でちょっと書いてください。はい。僕らレイニー J グルーヴと今日ね一緒にやりましたけど。ありがとうございます。難しい。ワンループの曲がいいんで、はい、かっこいいじゃないでしょ。もう2個ぐらいしかない。2個のコード書いてください。2個ぐらいの曲、2個。あ、何でもいいと。何でもいいです。2個のコードやったら何でもいいです。書いてもらうのが嬉しいですね。何いきましょう。2コードで。2コード。うわぁ、計算来てほしいわ。これセッション的な。あ、いいですよ、全然。いいですね。 Am I な D7 で、じゃあA マイナー D7。 はい。もうが来ない。 G マイナー C、 D マイナー G7 にしましょう。 D マイナー G7。 じゃあ簡単に変えて変えて。だからあれしましょう。風の動きしましょう。でも今日やったしね。やりましたね。アジャラの曲やろうよ今日。じゃあ最後、うん、アジャラ。え、こちらやろう。のーちゃん来て。やりましょう。ちょっとこのテーブルもうちょい前にして。のーちゃんかまー。のーちゃんもここちょっと地べたに座っていいじゃないの。もう。あ、じゃあ、あの、ちょっと簡単なそのワンループできる曲。のーちゃん、通行止めない。先飲んでもいいよ。先やった曲みんなでやってもいいんじゃない。例えば、キミはこの、キーワード。カリフォルニアとか。カリフォルニアちょっと、ちょっとややこしいと思う。じゃあ、あれです。Have a good time. G、あれ G、A の。A
やろうや。運転三社員。あれ何か。コード教えてください僕たちに。通コードです。お通コードはい。どれ。G と。G と。D だけです。G と D だけ。D だけです。G と D。そんなに俺白だよね。じゃあ、のんちゃんちょっと、のんちゃんイエーイ、のんちゃんイエーイ、もうちょっと、じゃあケイ君ちょっと、このここに、永遠に座ってもらって、のんちゃんじゃあここに座ってもらって、 G と D でいいですか。はい。ちょっと、小説的にはブルーシー、G と D。 ブルーシーは違う、ブルーシーは G と A7 と、じゃあ、のんちゃん、じゃあこれでいい、これでいい、ケイ君ここでいい、はい、もう最悪や。グッデイサンシャイン。
デンサイチャインの曲の進化数下がったから、のちゃんお願いします。今日は月曜日でみんなで食ってシャルシャル、みんなで歌えば嫌なことなんて忘れてしまうわ、yeah. 花ちゃんのメガネ壊れててもそんなことは気にしないのよ、さてこれからも月曜プリマ頑張ってね、終わる。